ゴッドウィング関係ないやろ。いやあ、切ないケースだろ。よう、皆衆バックステップの神様だ。前回ね、バックステップの神様さんがね、めちゃくちゃ不甲斐ない死に方を最後したんでね、大きいサンタを倒した後、すぐにセーブした状態。なんでこんな感じでサンタがいないぞ。サンタじゃないわ。何だったっけ、名前忘れたけど、トナカイはいないよ。名前忘れたんかいな。前回のパート見返したのか、お前。見返しましたよ。見返したけど覚えてないだけですよ。編集したのは誰だと思います？俺だよ。さて問題は、レインディアどこにおるんかっていうね。そこが全然分かってないっていうことですね。あ、操作は俺がやっております。どこおるんかの？まあ大体まっすぐ行けばいいんじゃないかなって思っておりますが。なんか、威圧感を感じるやつがいるんですけど。どう感じ？なんかやばいわ。食のすすめ。グルメチックな本があるよ。キミマロさんとかそのあたりの人が出てきそうな本がある本なんだろうな。なんかすごい気になるの。気になる。俺グルメチックだからね。グルメチックな人間だからね。どこ、あれどのことだろう。あ、これか。あ、回復アイテムかい。食のすすめってなんか本みたいなタイトルで、食べ物なんかい、なんなんじゃ食のすすめって。進めたい料理、野菜とかそういう体にいい系だと見た。ダークグローブ、装備品でこれ。これはいいぞ。ボコちゃん装備できるかな。ダークグローブ、装飾品かな。あ、ダークグローブあったあった。暗黒耐性が高まるグローブ。まずわずかに魔法防御も上昇する。あ、じゃあ別に何も下がるのだと装備しとってもいいですね。そうじゃの。よっしゃ、行くぞい。どこ行けばいいかわからないぞ。ええ、なんこれ、こんなの抱きなかったやん。なんじゃ、いつの間にかこんな感じになったのぞ。どうしたお前。この家の中に住み着いているサンタたち、種類がいくつかいるんだが、剣並みかな、剣並み強いやつらばっかりなんだ。でよ、その強いサンタたちの中でビキニをつけてる女サンタがクセモノで、どんな人間でも魅了するほどの美少女だって話なんだが、見たい。見たいの。どうやらそのサンタのビキニを奪い取ってプロリを狙うべくシティを探索しに来たはずのサンタ業界の者たち30人も挑んだらしい。あ、ドスケベ。ドスケベじゃやめろお前ら。本来の目的忘れるな。まあ俺も31人目になりたいけどね。ほどほどだったら31人目になりたいけどね。やめろ、視聴者が見たぞ。これ本当に剣並みであったん、縦並みかな。やられ、縦並みやられちまったかな。はあ、やっぱり相手の攻撃よりもさ、おっぱいの方を見とるけんさ、そりゃ相手の攻撃よけれるわけがない。むしろおっぱいがミサイルとして飛んでくる、あのマジンガー Z のダイアナみたいな。そのあたりの感じになってくるんじゃないか。あんたは女の子だから問題ないだろうが、もしそっちの興味があるんだったらビギニを奪い取るのは果てしなく強くなってからにしな。でないと死ぬぜ。死ぬぜだって。けどさ、バックステム神様さん、なんじゃ、ひとだけ言わせてもらっていいですか。いいぞ、なんじゃ。俺は20歳の男、性欲を抑えられないぜ。やめとけ、視聴者が見とると言っただろう。うわぁ、行くぜ行くぜ、こっちじゃない。うわぁ、うわぁ、接続ケースが暴走しちゃった。いかん方向で酔ったよ、おるの。うわぁ、どこじゃ。かわいいか、こいつはおっぱいじゃねえ。な、何よ、これは全部私のものだからね。じゃ、お、BGM 変わった。強いやつがおるって言おったな。待てよ、でもモコちゃん一人で倒せるかな。あ、そうだの。一人で戦うのはちょっと難しいかもしれん。さてどうする。とりあえずちょっと敵が強くて倒せんと思ったら逃げるとする。セーブしたけん、まあやられても問題ないんやけど、どれでいこうかな。とりあえずこれか。バトルスラッシュ、イエー。 V の字切り、何これ、きめ細かな
めっちゃ強いね。ダメじゃこいつら肩は。女の子のおっぱい見るどころの話じゃなかった。そんなことしてたら命がいくらあっても足らんけど、なんじゃこれ。かつてサンタだったもん。嘘つけ。絶対嘘じゃ。こんなやつがサンタなわけないわ。彼、彼。BGM 渋。あかん、これ戦いたい。戦いたいぞ。もう食のすすめ使う。学問のすすめみたいな感覚で使うぞ。学問のすすめじゃ、もう社会じゃ、社会科の授業じゃん。お前 V の字切り。あー、やっちまったの。はい、刹那圭介の会話のおっぱいにこだわりすぎたことだと思うんだよな。そんなことはない。日本の男子全員がおっぱい大好きですから。あ、でもおっぱいの大きさにもよるけど、おっぱいの大きさにこだわりはあるかもしれんけど、俺はおっぱい大きい方がいいけど。おっぱいおっぱい言うな、品が下がるわ。とりあえずここはもうスルーでいきましょう。そうじゃ、わしもそう思ったところじゃ。というわけでこっち行くぞ。こっちの先が空いてるからの。そうだったそうだった、大きいやつ倒したってことはこっちが空いてるわけですからな。こいつ倒して、こいつ絶対働く気ないの。こたつの呪いにかかってる。多分出ていかないな。とりあえずまあ普通に倒せそうな気がするね。こいつ本当に出てくる気ないじゃろ。あ、君リモコン取っての気分でしょう。もう感覚としてはそんな感じでしょう。あ、こたつで頭だけで HP 回復するとはなんて贅沢。けど回復量がそこまで多いわけじゃないよ。 OK、 いいですよ。あ、お前がおらん間に、てかお前がおっぱいに目覚めとる間にどうだけの経験値を持ってると思う。知らん、知らんよそんな。さてまあ今回はまあバリバリわしで進めていくぞ。あ、プレゼントボックス5個も手に入ったぞ。大盤振る舞いじゃないですか。ちょっとここでセーブしといた方がいいような気がするんですけど。そうじゃの、ちょっとなんかここで5個手に入るのはちょっと恐ろしいな逆に。さての、とりあえずどんどん進んでいくとして、実はあのわしが一人でやった時のプレゼントボックスとかそういうアイテム系は全然チェックしたかったからの。だからそんなに戦ってプレゼントボックスを手に入れる必要っていうのはあんまないような気がする。おー、ここ来たぞ、ここ来たぞ。出てきたよでかいやつ。セーブしとってよかったの極みですね。こいつが気になるけど、とりあえず臆することなく突っ込んでいってみるぞ。先日うちの使えるサンタさんか知らない人からお茶をもらったの。それを分けてもらったうちも残りを飲んだサンタさんも両方巨大になっちゃった。ついでにサンタさんの方は凶暴化もしちゃったんで、うち必死こいて逃げたんな。で、あたりを見渡してみれば凶暴化だったばっかりだったけど、大きくなってたのはうちたちだけだったの。なんでなの。多分うちが飲んだお茶だけ特別なお茶だったんな。ボコちゃんするか。ボコちゃん全然動じてない。なんでこいつだけ出てかいのみたいな、そういう感想が。でもいい力なのにね。よっしゃ、進んでください。オッケー。あんまり戦闘せずに進むのはどう？絶対なんかあるの？絶対なんかある。バイオハザードだったら絶対タイランド出てくるもん、こんな。このゲームで言うタイランドって言うたら凶暴化の巨大なやつですよ。さらに巨大なやつ出てきたら怖いですよ。グレネードランチャーとか、ロケットランチャーとか、そのあたりが出て欲しいところです。そうじゃの。てかアイテム左上に6つもあるのがすごい怪しい。ついでに言えばこれも怪しい。あ、これレンディアが設置したんじゃ。回復魔法ありがたい。さっきセーブしたばっかじゃがの。お、ここでセーブできるのか。それもありがたい。気が向かねえじゃ。さてこのアイテムが気になるところ。ケッチ、合計10段ゴールドじゃ。見た目以上に額が低いの。ケッチ、もうケッチ、ケジンブさん。
この BGM が消えてるのやめてほしいんじゃが。いつ出てきてもおかしくないよ。もしかしたらバイオハザード的な出てき方するかもしれんよ。ブラッドクリスマスの B をバイオハザードの B。 あ、レインディアや。お姉ちゃん、ようやくわしの読む番じゃ。僕をよかった、無事だったのね。うん、なんとか。一人で牢屋に捕まったって聞いてすごく心配してるよ、私って。あれ、あるは？あ、そうじゃ。あるがおらんこと、あるがやられたことを知らんのやな。死んじゃった、サンタ教会のみんなも。もしかして僕を変わって？うん、私のせいだ。私がある人にお願いしたから。ある、怒ってるよね。大丈夫、きっとあるは怒ってないよ。最後も幸せだったって言ってた。サンタは子供たちを守るのが幸せじゃ。その通り、喜ばせるのも幸せですね。本心だといいの？本心だよ。優しいね、アルも僕も。辛かったよね、よく頑張ったね。僕は全然平気だよ、心配かけてごめんなさい。いいのよ、こうして元気に帰ってきてくれたんだから。あ、そうだ、あるから伝言があるんだ。なんて？なんだっけ。忘れるんじゃないよ、重要なとこだよ。おいおい。まあ、なんとなくだけどわかる。二人で生きて帰ってくれ、でしょ？よくわかったな。さあ、お姉ちゃん、パスタ。何度間違えたんだ、これ。エスパーじゃ。半分間違ってるじゃん。パスタって。イタリアンな、イタリアンやな。なんだ、そのイタリアンな。エスパーね。パスパー。パスポーみたいな言い方や。ハルのためにも二人で生きて帰ろうね。え？さあ、結界解除の準備は終わってるわよ。これで、わしは救われる。しかし、どこがどっこいである。パパ？あ、パパこんな感じなんか。パパがどうしてサンタの世界に？いや、やっぱりパパが。待て待て。パパ！パパ！待て。白状しなさい。白状パパ。白状パパやって、牧場パパみたいな。牧場におるパパみたいな感覚で、白状するパパみたいな感じになってる。待てって。なんか焦ってる感じ。なんでパパが疑われてるんだ。書き置きにもパパが犯人なのって、親に対してひどいぞ。そう、本当ですよ、これが反抗期ってやつですよ。反抗期じゃないよそれ、多分反抗期とは言わんぞそれ。凶暴から犯人はパパじゃないわけ？当たり前だろ。嘘だよ、青い光の魔法を使えるのはパパしかいないもん。たくお前ら、しまいにゃあ泣くぞ。このパパ泣くぞって使って、ちょっと可愛いところあるっすね。ほら黄色いやん。え、真犯人連れてきてやったぞ。パパそんな簡単に真犯人連れてきてやったぞ言うなよ。簡単に出しすぎじゃん。もうコナンがちゃっちゃと犯人暴くみたいな感覚やったぞお前。あれ、その子サリー？あ、サリーなんこれ。どうして生きてるの？ぐ話すと長くなるんだが、サンタの世界を狂わせたのはこの子の幸せなんだ。どういうこと？サリー、ちゃんと説明してくれ。サリー、サリー、魔法使いのサリー。む、ぐじじゃべる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 じゃ存分に話してちょうだい。はあ、苦しかった。ようやく自由だ。ねえ。
あ、ちょっとバックセブンカメセブンさん、本当読むやめてください。俺の文読むのやめてくださいよ。すまん、ちょっと間違えた。ねえ、タリーが犯人なの？うん、そうだよ。ママと騙されてダメ。軽いわ、お前。弁護みたいな感覚で言いやがって。そう。なかなか面白い成功してるじゃない。私たちを騙したの？もちろん、もちろん。ひどい。だから読まんといてください、バックセブンカメセブン。僕のセリフ、そんなに読みたいんですか？そしたら読んだらいいじゃないですか。次からお前、あとが読みなさい。だからそのまま抱き上がりに怒らんでもいいじゃろ？じゃあ読むぞ。ひどい、騙す。やめて、それ、モコちゃんは俺のもんじゃ。モコちゃんは俺のもんっていうのはおかしいけど、読んでいいって言ったじゃん。黙れ、これは俺のもんじゃ。え？騙されてる方が悪いんだよ。あ、そう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 。この犯人がまさかのサリーっていう、そういう問題のシーンなのにさ、喧嘩しとったらダメでしょ、バックセブンカメ様さん。お前が悪いんじゃかな？はぁ、ずっと拘束されてたから疲れちゃった。お茶でも飲みたい気分。え？甘え出そうなんて考えるんじゃないわよ。単体って圧倒的不利なのはあんたなんだから。ちょっと、お茶が飲みたいって言っただけでしょ。甘え出なんかしないよ。信用できないわね。そりゃお茶が元っていうことを聞いたらそりゃ信用できない。もうなんかバイオハザードでさ、T ウイルスを打とうとしてるような感覚ですよ。もうこれ以上化け物になれても困りますから、こっちとしても。もう説明すればいいんでしょ。どうしてサンタを凶暴化させたか、そこが一番の問題だ。うん。それじゃあまずは昔話から始めよう。なんじゃ、桃太郎でも始めるのか。サンタクロースなのにジングルベールなのに桃太郎が始まったらたまらん。ほっ。ガムゾウはイメージです。うん、多分サリーが書いてくれたんだろうな。これちょっと分かりにくいけん、口だけだったら分かりにくいけんね。昔々サンタの世界には決まり事がありませんでした。その頃のサンタは本当に自由で、子供たちにプレゼントを渡す時も顔を見せたし声も聞かせました。そうなんじゃの。人間とサンタの共存、人とサンタがお互いを信頼してクリスマスの人や一夜かなパーティーを行う、とっても素敵な時代だったのです。だけどそんな時代は長続きしませんでした。なぜなら人間に性別があるようにサンタにだって性別があるから。どういうこと？そう、人間を恋するサンタさんがたくさん現れてしまったのです。なるほどの。そういう恋愛禁止的な AKB48 みたいな学校だったんじゃの。ああ、恋をしてはいけないっていう話はちょっとロマンチックな感じがするね。恋はやがてお付き合いに変わって、愛し合っていれば会いたくなる。恋に落ちたサンタたちはプレゼントを集めることを忘れ、世界がつながる3ヶ月間を愛する人とのデートに使いました。あるサンタは人間界の繁華街でデート、あるサンタは自宅でお茶会。お茶会って渋いな。そんなプレゼントを集めないサンタたちが増えていくと、当然プレゼントは足りなくなっていきます。そしてついにある年、クリスマスにあってはならない事態。やばい。あれが加えた瞬間のアルミみたいな顔してる。フルみたいな感覚じゃん。プレゼントが行き渡らないという事態、状況が出てきてしまいました。サンタが恋愛？あ、ねえ、あんなもん。やさぐれてるやつもおるんや。見かねたヒアリヒリア中のサンタは、サンタ教会を設立。いや、それサンタとして働きなさいって言うんじゃなくてさ、俺もモテたい、なんでお前らだけモテとんねんって嫉妬の気持ちなんやな、サンタ教会。それサンタ教会無茶か、悪の匂いがプンプンするんじゃがいいのか。人間とサンタは顔を合わせてはならない。人間をサンタの世界に連れてきてはならない。そんな気まぐれのところでサンタたちを縛り、見事事態を収拾することができました。それからというもの、クリスマスにプレゼントを配るサンタの隣には必ず教会のどの会が同行するようになり、監視役段階、どの会監視役段階、決まりを破って人間と会うものはどの会によって報告され、牢屋に閉じ込められるようになりました。もうガチじゃないか、これプリズンブレイクよ。プリズンブレイクや、プリズンブレイクやで、この子まで叫んでることでしょう。
こうしてサンタのたちの声は儚く終わったのです。七夕みたいに1年に1日だけ会えるようにしたらみたいな感じがあったらロマンチックでいいと思うんやけどな。確かにそういう取り決めとかもあってもよかったかもしれんの。そうなんやけど儚いな。その間にテラッと黒い画面に雪が降って雪だけが降る状態ってもすごいロマンチックな一瞬だったな今。確かに私の声もね。え、サリーも好きな人がいたんだ。うん、サリーの好きなそうな子ってどんな子だと思います？そうじゃの、体重が100キロ超えてそうで、それでいて右手を左手ってどんどんと連続で出すようなそんなやつ。それ関取？お相撲さん？突っ張りの子だか。それはその右手左手ってそんな子には見えんけどな。あとおいら滑ってるよ。悪い、わしのせい。あなたたちのバカだけど不倫だよこれ。パパがサリーのこと好きって言ったら不倫だよ。それだけは避けちゃ、避けないとダメじゃ。マジマジ。いつサンタ業界ができた頃だからだいたい20年前だね。やべえ、パパとしても青春時代じゃないか。つまり私はあなたたちのパパがまだ14歳の時に恋をしたのさ。うわ、パパのこと好きになる人がいるんだ。好きな人がいるから結婚してよ。君たちが生まれたんだけどね。おい、ねえ、もしかしてだけどさ、私たちをサンタの世界に連れて行ったのってパパを一人にするため？おお、察しがいいね。あくどい。その通り、私は君たちをサンタの世界に連れて行った後、凶暴化に殺されるふりをして姿をくるまし、こっそり人間の世界に戻ったってわけ。死体がなかったのもそういう伏線があったんじゃ。なるほどね。で、その後は君たちのパパと幸せに過ごすつもりだったんだけどね。居座るつもりだったんか、人間の世界に。なんか可愛いの？なんか悪いことしてるけど、それとも可愛くは見えるの？そうやね。え、サンタ？で、あれ？はい、私です。サリーです。サリー？ああ、サリー。本当に久しぶりだね。20年前だから突然姿を現さなくて、すごく心配していたんだ。いきなり会えなくなっちゃって、すいませんでした。でも、20年間、しっかり姿は見守っていたんですよ。そうだったのか？はい。それならどうして姿を見せてくれなかったんだ？実は、サンタの世界で決まりができて、人間に姿を見せることができなくなったんです。なんと！でも、もう大丈夫。今年からはずっと会えるようになったんですよ。本当かい？嘘ついたんだよ、ここで。はい！凶暴化によってサンタ教会ワスラはみんないなくなるからね。もしよければ久しぶりにお出かけでもしませんか？ああ、もちろんいいとも。娘たちも一緒でいいかい？ああ、娘さんたち。あの二人は先に会ってきたんですよ。そしたらサンタの世界が見たいってわめちゃって。だから二人には今のサンタの世界を探検してもらってます。なんだ、そうだったのか。あの世界はとっても綺麗だからいい思い出になるだろうな。サリー、ありがとう。え、いやいやですよ。今ドキュンときただろうね。まあ、立ち話もなんだ。出かける前に話したいことも山ほどある。ここでコーヒーでも飲んではいけないか。わ、いいですね。時間はたっぷりあります。いっぱいお話ししましょう。ちょっと、今回のパート、ちょっと時間が長いんでね、この辺で切らせてもらいましょうか。そうじゃの。ちょっと中途半端で悪いんですけど。というわけで、まあ、次回のパートもこのまま収録していくんで、よろしくお願いします。というわけで、一旦仕上げ。仕上げじゃ、またの。正直、サリーのことをすっかり忘れてましたね。おう、あいつ。パート1から出てきた割には結構途中から影薄くなっていったもんの。ええサリリン・モンローっていう名前だったのにね、俺らベリリン・モンローとか言ってましたからね。誰じゃよベリリンって。